現役時代、王の敦氏は石川県出身のバスケットボール選手、指導者。ポジションはシューティングガードフォワード。野の市長立、布水中学校出身。1992年、中学3年時に全国中学校バスケットボール大会初優勝に貢献した。1993年、愛知県の愛工大名電高校へ越境入学する。 一年先輩に岩田敦志、二年後輩に松藤隆明、またバレーボール選手の北川雄介は同期に当たる。一年時はインターハイ3位、二年時は国体準優勝ウィンターカップでは高校三年時の4位が最高位だった。1995年高校三年時に U-18 日本代表としてアジ,アジアジュニア選手権出場。 1996年、日本体育大学に進学、日体大バスケ部に所属する。一年先輩に中村直人、同期に藤本幸太郎、篠原隆堀田武史、鈴木祐希、二年後輩に木下博之がいる。一年次から試合出場を重ね、インカレ及び関東大学リーグ4連覇の原動力となり、四年次にはキャプテンも務めた。インカレでは、 ミップ1回、得点王2回、3ポイント王1回、アシスト王1回、受賞。1997年大学2年時に、ユニバ代表に選ばれ、シチリア大会に出場している。2000年、三菱電機メルコドルフィンズに入団する。JBL プレスーパーリーグとなった、このシーズンにおいて JBL 初代新人王を獲得し、JBL スーパーリーグ2006から07には、 チーム初の PO ファイナル進出に貢献している。2001年から日本代表メンバーに選ばれ、アジア選手権、2002年はアジア競技大会、2006年、アジア競技大会などに出場している。2007年、パナソニックトライアンズへ移籍する。JBL2010 から11シーズン途中に、現役引退し、清水義則 HC の下、アシスタントコーチに就任する。 JBL2012 から13シーズンには、清水の体調不良により6試合 HC 代行を務めた。同シーズン終了後チームは9部。2014年、佐古県一 HC の下、NBL に参加する、広島ドラゴンフライズのアシスタントコーチに就任。2016年、千葉ジェッツヘッドコーチに就任。ありがとうございます。